皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。埼玉県埼玉市、子育て世帯への支援の充実を図るため、新生児1人につき1万円を支給すると発表しました。市によりますと、新生児支援は県の子育てファミリー応援事業と連携した市の独自事業で、今年4月1日以降に生まれた新生児を対象に1人1万円を支給します。このほか、物価高騰対策として住民税非課税世帯の一人親家庭などを支援するために、4月に小中高校に入学した子ども1人に3万円を支給します。その他、子ども食堂への支援や社会福祉施設に対する水道料金の支援なども盛り込んでいます。群馬県安中市、安中市は原油価格や物価高騰対策として7月から水道料金を0円にするなど支援策を行うと発表しました。水道料金の基本料金の減額は臨時交付金を活用するものです。対象は一般家庭に多く設置されている水道メーターを利用する安中市内の家庭です。水道料金の減額は去年12月から4ヶ月間毎月の水道料金を100円に減額していました。今回は7月から10月までの4ヶ月間、毎月の基本料金が0円に減額されます。また、高崎市から水道を引く地域や、小水道を利用している地域に対しては、減額相当の支援金を給付する方針です。安中市は9日に開催される市議会定例会で関連補正予算案を提出し、議決後速やかに実施する方針です。千葉県千葉市、物価高騰に伴う支援策として、未就学児と高校生年代の子ども1人につき1万円を支給すると発表しました。また、キャッシュレス決済利用時に 10% を還元するキャンペーンも行います。市によりますと、1万円支給の対象は未就学児が約4万7千人、16歳から18歳の高校生年代が約2万6千人、小中学生と高校1年生に1万円を支給する県の支援策と合わせて子育て家庭を支えます。高校1年生は県の支給分と合わせて合計2万円となります。児童手当受給世帯は申請不要で8月に支給見込み、その他の世帯は8月から申請を受け付けます。また、キャッシュレス決済によるポイント還元キャンペーンは10月開始を予定しており、aupay, d 払い、paypay, 楽天 pay, ionpay が対象となります。市内の小売店や飲食店、計約1万店舗で利用ができ、1回の支払いで1000円相当、期間中の合計で5000円相当のポイントを上限に還元されます。キャンペーンは1ヶ月間を予定していますが、予算が上限に達し次第終了する見込みです。三重県四日市市、物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯を支援するため補正予算案を発表しました。このうち国の住民税非課税世帯などへの物価高騰支援給付金や県の子育て世帯生活応援給付金、市独自の子育て世帯生活応援給付金関係を計上しています。市の独自給付金は国の給付金の対象者が約7800人と見込んでいますが、県の生活応援給付金の対象者は約2900人と見込まれるため、国の対象者のうち県の給付対象者にならない世帯を市独自に救済する目的で2万円を約5000人に支給するとのことです。議会で認められれば7月末から8月の振り込みになる予定とのことでした。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。様々な地域の支援策をお届けしていますが、新事業を打ち出したり、県内初や市内初など、そういった思い切った支援策を打ち出している自治体も中にはあります。他の自治体の真似をするのも一つの手段ですが、思い切った支援策を打ち出すことで、より良い街づくりにつながる可能性もあります。自治体としても本領発揮して頑張ってほしいですね。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら、小林明子さんの恋に落ちてを弾いてください。ご質問リクエストありがとうございました。私もとっても大好きな曲で、カラオケでよく歌うと以前にもお伝えしたんですが、世代を超えて愛されている曲の一つかなと思います。そんな恋に落ちてという曲のピアノリクエストをいただいたので、今 BGM として流しています。
とっても素敵な曲で、弾きながらですね、切ないような悲しいような、なんだかもどかしい気持ちになりながら感情移入していました。あと BGM の音量についてももう少し大きくしてほしいとリクエストをいただくのですが、大まかに言うと YouTube の都合上ですかね、あまり大きくできない理由がありまして、このくらいをキープしています。今では私の弾くピアノを楽しみにしてくださる方や、リクエストをくださる方、動画の BGM を当ててくださる方など、ピアノにも関心を持ってもらえて本当に嬉しいです。趣味であったピアノもこうして活かせたことにとても嬉しく思います。皆さんいつも本当にありがとうございます。ではでは、その他質問リクエストも随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。